か照れちゃうよね。毎日顔を合わせているけれど、思いを伝えなきゃずっと思ってた。だけどなんか言えない。うるさい、わかってるって何度言ったかな。なんでもっと素直になれないんだ。おはよう、おやすみ、それくらい簡単に言えないかな。おいしい朝ごはんも何にも気にしないで食べていたけど、誰より早起きで一生懸命作ってくれてたんだね。帰ったら元気にただいまを叫ぼう。どうしたって多分言われるけど、勢いつけたらなんか今日は言えそう。ねえ言わなきゃ。目を見てさ、こんな僕だけど